後踏みにこんにちは。あなたは英語が得意ですか？私は英語は比較的得意な方でした。ただ英語を使わないとすぐ忘れてしまうんですよね。なので今は基礎的なところもあいおいですけどね。本日は日本人が英語を学ぶための10個のコツをお伝えしています。日本人が英語を学ぶためのコツはいろいろあるかと思います。その代表的なコツはこちらです。1. 毎日の語学学習 毎日少しずつでで、も良いので英語を学習することが重要。2会話の練習友達や家族などとの会話を通じ英語の練習をすることが大切3教科書以外の情報新聞や雑誌など教科書以外の情報を読むことで語彙力を強化4リスニング練習英語の映画やテレビ番組ラジオなどでリスニング練習5話すことを恐れない 英語をを話すことを恐れないように心がける間違ってもいいので多くの経験を積むことが大切。6. ネイティブスピーカーとのコミュニケーションネイティブスピーカーとコミュニケーションを取ることで自分の英語力を実際に使って練習。7. 英語の勉強グループ英語の勉強グループに参加することでモチベーションを維持。8. 音読の習慣毎日の音読の習慣を身につけることで発音やイントネーションを学習。9. 自分で考える。 自分で考えながら英語を使うことが大切。意味を理解した上で英語を使って表現。10、楽しむこと。英語学習を楽しむことが大切。楽しみながら学習することで継続しやすい。いかがでしたでしょうか英語の勉強といってもやることはいろいろありますよね。なので、英語の勉強に終わりはありません。だからこそ、英語の能力は学び続けることでいくらでも伸ばすことができます。また、学びをやめてしまうと、英語の能力は、 どんどん落ちてしまいます私たち日本人が日本語をある程度使いこなせるのは毎日日本語を使っているからですもし英語をマスターしたいなら毎日少しでも良いので英語を使うことですその積み重ねが英語の能力を高める一番の近道です本日の動画は以上で終わりですご視聴ありがとうございました